追跡、撲滅、いずれもマッハ、仮面ライダーマッハ、じゃなくてゆっくり霊夢です。お楽しみは俺からだ、ゆっくり魔理沙だぜ。前回ブレンの雑談解説をしたから、今回は居場所を奪われた者同士のシジマ号について解説するよ。本編が終わってからでも結構活躍してる印象があるぜ。そうだね。本編でも終盤はほとんど主人公みたいになってたから、本編後の話でも活躍させやすいもんね。そんなわけで号の雑談解説やっていくよ。シグナルバイク。というわけで号視点で振り返りながら話していくよ。号。仮面ライダーマッハとして、人の幸せを奪うロイ・ミュードと戦う青年。シジマ・キリコの弟であり、アメリカのハーレイ・ヘンドリクソン博士の研究所でネクストシステム仮面ライダーマッハの適合訓練を受けていた。本格登場は第12話からだぜ。明らかに怪しそうな青年としてしんのすけに絡んでくるぜ。私にはどっちも怪しく見えるんだけど。確かにな。だがその怪しい男はどちらが先に犯人を探し出すかレースを持ちかけた後、無駄のない無駄なアクロバティックを披露しながら去っていったぜ。完全に不審者だね。今回の事件の真相を話している途中に割り込んで真相を話しレースに勝利、縮小も兼ねて豪快かつど派手に変身シーンを見せてくれるぜ。放送当時は目立ちたがりや、アホの子とか言われてたけど、実は父のことや自身の心情を悟られないようにするためなんだよね。ああ、それがわかるとこのシーンを見る目も変わるぜ。ついでにアメージングサーカスの最初で最後の活躍と思うと、そこの見る目も変わるぜ。活躍あるだけマシだから。マッハに変身して戦うが、戦闘シーンも変身シーンに負けないほどド派手で、最後は家で締めたぜ。お疲れ。個人的にバイザー上げるの好きなんだよね。エネルギーのオーバーフロー防止だな。それもあってマッハのスペックはドライブより高いが号への負担は大きいぜ。負担軽減できる前に日本に来てるんもんね。キリコからも反対されてたよ。ああ、その反対はしんのすけとキリコがお似合いということで話をごまかしていたな。二人がお互いを意識する最初のきっかけなんだよね。くそう。一見、茶化しているだけにも見えるが重加速を使ってでも敵の情報を得ようとしたりなど、ロイ・ミュードに対しては人一倍憎しみを持ってることがわかるぜ。この時から闇落ちしそうな雰囲気あったよね。でも、ひとまずはしんのすけが号のブレーキとなってよかったよ。だが、ジェイスが元仮面ライダーということを知った時はキリコにバレる前に倒すことを決意するぜ。情を持たせると余計に姉を悲しませることになるもんね。結局、ブレンがチェイスをやったせいでバレちゃうけど。真実を知ったしんのすけとキリコはチェイスを信じようとするが、ゴーは信じる気が一切ないぜ。しかも、再改造されたマシンチェイサーはキリコにも容赦なく発砲したため、ゴーは怒りをあらわにするぜ。ここら辺からニコニコしてたゴーの表情がどんどんイラつきマックスの顔になってくんだよね。ああ、ゴーがイラつくほどに物語は面白くなっていくぜ。イラついてたゴーだったが、ハーレイ博士がシフトデッドヒートを完成させて持ってきてくれるぜ。ヘンリー博士じゃね？ハーレイ博士で合ってるぜ。ロイ・ミュードが人質を取っていたが、デッドヒートになったマッハのスピードとドライブの救助で無事にロイ・ミュードを撃破したぜ。ドライブがいたとはいえ、人質いても突っ込むあたりがゴーらしいよね。そうだな。撃破後、完成したデッドヒートでも暴走するぜ。暴走を止めたのはドライブ。ではなく、キリコキックだったぜ。コラ画像みたいな公式画像。新兄さん、ブレーキになるって言ってたけど、止めたのはお姉ちゃんだったか。弟は姉ちゃんには勝てないからな。ちなみにハーレイ博士はゴーを新兄さんとキリコに任せて去っていったぜ。デンジャラス爺さんからデンジャラスボーイって言われるゴーもすごいね。その後のゴーはゲンさんに注意されたにもかかわらず、特上下に首を突っ込むが出遅れてキリコから煽られたり。キリコから煽られるならご褒美ですね。チェイスにバイクを奪われたりするぜ。直前にドライブをかばってヘロヘロだったとはいえ、かなり悲惨な扱いを受けてるね。バイク自体はドライブの活躍で戻ってきたが、再びチェイスと戦うことになるぜ。ここの同時変身、ライバル感出てきててかっこいいんだよね。マッハがデッドヒートになり、ライドクロッサーで対抗しようとしたチェイサーだがバイクが反応しないぜ。なんとゴーはバイクを置いてきてたぜ。くさ、バイクがあるのにどっかのストーカーみたいにわざわざ走ってくるのか。このライダー、ランナーじゃん。ちょっぴりシュールだったが、デッドヒートを使いこなしてチェイサーを撃退したぜ。その後も強化チェイサー、メディック、ハートと幹部クラスと立て続けに戦うことになるぜ。特にハートと戦ってたのは印象的だね。目の前に幹部二人いるけど、ドライブにデッドヒートを送ったりとゴーの仲間思いな部分が見えるよ。だが、J
チェイスも執拗に倒そうとしたり、自身は人命よりも敵撲滅を優先しているとも取れる発言をするぜ。ここで明らかにゴーは何か隠していることがあるとはっきりわかってくるんだよね。やっぱり登場初期のキャラは仮面をつけてたんだね。一応、チェイスのことはドライブに任せたが、フォーミュラを使いこなす様子を見て劣等感を持ち始めるぜ。しかもそんな時に限って、せっかく鍛えてるのにマッハでやられてしまってるもんね。それにリンナさんもドライブの強化に没頭してて、自身の強化は恐竜アイテムだけだし、こんなことも言いたくなるよね。これについてはゴーというよりも2号ライダー全員に言えることだよな。前作のバナナ強者も追加でレモンがなかったらきつかったし、放送中のセイバーでもリンタロウが自身の力不足に悩んでいるからな。財団 B 的に触れちゃいけない話題だから、ゴーがそれに言及したのは印象的だよ。そうだな。だが、ゴーへの追い打ちはそれだけじゃないぜ。同じ回でドライバーを破壊され、次の回はニンニンジャーコラボ兼映画宣伝だったが、映画ではイエイ状態、映画続編となる4号では死のループに翻弄されるぜ。悲惨すぎる。この時期のゴー、不遇すぎでしょ。こんなの闇落ちしちゃうよ。ああ、リンナさんが徹夜でドライバーを直してくれたが、なりふり構わずパワーアップを頼むくらいだぜ。リンナさんももう歳だから、無理させるとお肌がボドボドに。しかも、その後敵からは弱い方の仮面ライダーと言われてしまうぜ。かわいそうすぎて見てられないよ。だが、そんなゴーもベルトさんから焦りで見えなくなっているものがあること、キリコから自信は昔から自信に満ち溢れていたこと、そしてみんなから信頼されていることに気づくぜ。その結果、自分はすでに強いことを理解、なんとデッドゾーンを克服したぜ。ハートやしんのすけにもできなかったデッドゾーン克服したのはすごいよ。このパワーアップ方法も、よく考えたら技の1号、力の2号への尊敬を兼ねているのかもしれないね。マッハの効果音も初代仮面ライダーリスペクトだから、そういう意図もあるかもな。無事デッドヒートでロイニュードを撃破を、ドライブの正体バレに合わせて自身の正体もバラすぜ。これでゴーも特上化に完全に馴染むけど、みんなチェイス派であることが納得いかないんだよね。しかも、一番のチェイス派はお姉ちゃんだし。さらにチェイスが仮面ライダーになったことでその不満は爆発。キリコにチェイスを認めないと伝えるとビンタされるぜ。ヒロイン、ビンタ、闇落ち。姉と険悪になったゴーだが、そんな時に相馬より子と名乗る女性から弟を探してほしいと依頼を受けるぜ。それと同時に幸せな家族を狙う融合ロイニュードに怒り爆発。戦うが追い込まれてしまうぜ。そこへチェイスが現れるんだよね。新兄さんは謹慎中で変身できないし、一番頼りになるよ。だがゴーからすればロイニュードに助けられるなんて最悪なことで、敵がいてもチェイスを襲うぜ。新兄さんに止められたことで収まったが、ゴーは父親の番の博士がロイニュードを生み出したと語るぜ。まさかゴーがロイニュードを恨んでいる理由が父親にあったなんてね。キリコに父のことがバレる前に全ての決着をつけたいわけだね。ああ、また、ゴーは父の過ちを正すために戦うのに対してしんのすけは父の真相を知るために戦うという構図が物語を面白くしているぜ。父親自体の人間性も真逆だしね。感情的になってたゴーだが依頼人の弟を見つけるぜ。だが、弟は自身に姉はいないというと、依頼人のより子さんが融合ロイニュードに変化したぜ。もうゴーのメンタルはボドボドだよ。しかも、ゴーの情緒が不安定になってたのもこのロイニュードの能力だったなんて。実はより子さんの正体は西堀玲子で大令和で登場した凶悪犯西堀荒野の娘だったぜ。まさか西堀の件がこんな感じで出てくるとは思わなかったよ。ゴーにとってはこれが大きな出会いになるね。ああ、だがこの時点では最悪で、レイコの目的は境遇が似ているゴーが自身を殺すことで最高の犯罪を完成させることだったぜ。怖すぎる。マッハは憎しみに任せてレイコを殺す寸前だったが、チェイサーとドライブの活躍で未遂に終わったぜ。あかん、ゴー闇落ちするわ。それを裏付けするかのようにブレンがゴーを勧誘しに行くるぜ。最初は断ったものの番のパッドを見せられたことでブレンの指示に従うぜ。完全にチェイスと立場が入れ替わってしまったね。そのチェイスとは毎回と言っていいくらいイラつかせてくるので戦うことになるぜ。そりゃ突然、耳の裏を見せろとか言われてもね。一応、位置による記憶改変チェックではあるんだけど。ゴーにも位置の張り跡があったため操られているのかと思ったら、実は得意体質で聞いておらず、ブレンの隙を見て番のパッドを回収したぜ。番のパッドを回収したのはナイスだけど、みんなの元へは戻りづらいよね。一の攻撃でしんのすけ死んでしまったし。ゴーも自身を責めていたな。だが、ゴーが番のパッドを手に入れたことでしんのすけ復活の役に立つぜ。
バンのパッドは知識だけでなく、ハートを倒せる戦闘能力、ブレンの毒を解毒できる力と何でもできるからね。ああ、また、その過程でチェイスともまだぎこちないが少しだけ溝が埋まっていくぜ。埋まってんのか、これ？問答無用で襲ってた時よりはマシかもしれないけど。一応、チェイスに自信とバンノが親子なのを明らかにして今までの行動原理を話すくらいには良くなってるぜ。そのため、二人で共闘することも増えていくぜ。それでも、バンノパッドがあるから特上化には顔出しにくいんだよね。ああ、だが第38話でバイクと一緒にバンノパッドを置いてくることで戦いに参加。久しぶりの名乗りも披露してくれたぜ。ゴーの明るさが戻ってきててよかったけど、落ち込んでて無抵抗のメディックにライダーキックをぶち込みに行くあたりは変わんないね。マッハは敵をぶっ潰すライダーだからな。だがチェイスとの仲だけは深まっていくぜ。さすがに免許を取っていることには驚いていたがな。そりゃそうよ。シリアス顔が多かったゴーだってこんな顔になっちゃうよ。ゴーに自慢げに見せてるチェイスも可愛いな。チェイスが免許を取ってる一方で、ゴーはバンノパッドとクリムミニカの仲介役をしていたぜ。なんかこれ、事情知らなかったら、タブレットとミニカーで会話する完全に頭いかれてる子に見えるよ。それに関しては科学者二人が悪いぜ。結局、二人が協力することはなかったが、ゴーとチェイスの絆はどんどん深まっていくぜ。なんか兄弟みたいになってきたね。だがそんな時にバンノパッドが勝手に特上化の前に現れて真相を全て話すぜ。因縁は一旦水に流して共闘していくと思ったら、速攻で裏切ったぜ。クズ爆誕。結局、ゴーも利用されていただけだったっていうのがね。さらにハート様からバンノクズエピソードを聞かされたゴーはもう立ち上がる気力もなくなっていたぜ。こんなの判明したら、もう心が壊れてもおかしくないよ。それでも、ゴーは立ち上がるぜ。たとえ相手が父親であっても悪をぶっ潰す仮面ライダーとして戦うことを決意するぜ。ゴー。もうゴーが主人公だよ。ゴー自身の精神的な強さもあるけど、周りで支えてくれているみんなのおかげだよね。ああ、チェイスからもゴーとしんのすけは家族と言われるくらいだぜ。だがそんな中、バンノがゴルドドライブへと目覚めるぜ。親子の愛なんてなく、息子もただの研究材料というバンノはマッハを圧倒したぜ。せめて悪人でも父親としての愛くらいはあると思ったら、それすらないなんて。頭を悩ませるのはバンノだけではないぜ。なんとチェイスがキリコを愛していると言ってくるぜ。そりゃ、飲み物も吹くよね。でも、ロイニュードと恋人どころか友達になれないって発言を受けたチェイスはちょっとかわいそうだよ。視聴者からすればもうチェイスとゴーは立派な友達なんだけどな。それに口では反発的だがブレンが消滅した時には同情したりなど、明らかにロイニュードに対しての考えが変わっていることがわかるぜ。二号ライダー特有のツンデレ現象だね。なんやかんやでハートとメディックのことも助けているからね。ああ、だがその時に体に大きな負担を受けてしまい、立っているのも辛い状態になるぜ。チェイスだけはそれに気づいて忠告するけど、言うことは聞かないよね。逆の立場でも言うこと聞かないしな。そんな負担を抱えたゴーとチェイスはバンノに最終決戦を挑むぜ。負担のせいでバンノの必殺技を直に受けたマッハは強制変身解除。ゴーを守るためにチェイサーが戦うが圧倒されてドライバーを破壊されるぜ。二人とも満身創痍でやばいよ。戦う術がなく、バンノにとどめを刺されそうなゴーをチェイスはマシンチェイサーに変身し、その身を犠牲にしてかばうぜ。チェイス、まさかあのスマイル免許証がこんな大切なものになるなんて。免許証とシグナルチェイサーをゴーに預けたチェイスはバンノを倒すためにその命を犠牲にして爆発、完全消滅するぜ。チェイス、ゴーやキリコのために戦った姿は誰よりも勇敢な戦士だったよ。だがバンノは生きており、チェイスの死を蔑む発言し、ゴーを煽るぜ。人間、ロイニュード問わず悪意に満ちた奴は大勢いたけど、ここまでのクズは見たことないよ。怒りのままにバンノに挑むゴーだが、身体の不調とスペック差で全く太刀打ちできないぜ。消えていく意識の中、自分のチェイスへの本当に思いに気づき、奮起。ダチの命を奪ったバンノを倒すためにダチの肩身を用いて変身するぜ。チェイサーマッハ、来たー。チェイスをダチと認めて友情フォームに変身するなんて熱すぎるよ。しかも、本来はチェイス以外には使えないシグナルチェイサーで変身しているからな。まさに奇跡の姿だぜ。ゴーはその奇跡の姿で万能圧倒。途中で動きを止められても、チェイスのチェイサーバイラルコアが助けてくれるぜ。チェイスが一緒に戦ってくれてるんだね。自分とダチの武器である信号アックスと前輪シューターを奪い返し、圧倒。最後にはチェイサーの幻影と共にライダーキックを放ち、万能撃破したぜ。もう涙でいっぱいで画面が見れないよ。
神回すぎるよ。神回ではあるが、まだ終わりじゃないぜ。なんとバンのドライバーの状態でまだ生きてるぜ。しぶとすぎる。しかも、めちゃめちゃ命乞いしてるけど、家族の情に訴えるんじゃなくて自分の才能を強調するあたり、本当に家族のことを道具としてしか見てないんだね。ゴーは主役の天然を倒すため、落ち着けゴー、そして自らの無念を倒すために信号は、ゴー、ワワワワ、発動、バンのドライバーを破壊したぜ。やったぜ。その後はしんのすけたちに全てを託し、決着後はダチの魂を取り戻すためにハーレイ博士と共に旅に出たぜ。以上が本編での活躍だぜ。父親のせいで人生を翻弄された人物だったけど、大切なダチと共に決着をつけることができてよかったよ。そうだな。親子の呪縛もハーレイ博士をきっかけに振り切ることができてよかったぜ。うん。今までは父親が起こした過去のために戦っていたけど、ここからはダチが復活する未来のために戦うんだよね。ああ、恋人もできて着実に幸せを掴んでいってるぜ。早くチェイスと楽しく過ごす姿も見たいよ。仮面ライダーブレンで伏線っぽいのもあったから、今後の展開にも期待だな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てね。